どうもこんにちは、くもMです。こちらの画像をご覧ください。皆様が知っているキャラクターが緑の点で描かれているのがわかると思います。こちらの絵、何でできているでしょうか？実はミドリムシでできているんです。これは生きた状態のミドリムシにレーザーを使って蛍光物質を入れて、そして描かれたものなんです。このようなレーザー技術を研究されている奈良先端大の細川先生に本日は研究について伺っていこうと思います。細川先生、どうぞ本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですが、先生の研究されているレーザーの研究についてお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、フェムト病レーザーを専門にずっと研究をしてきているわけです。フェムト病っていうのは時間のオーダーでして、10のマイナス15乗分の1秒のことをフェムト病と言います。光は1秒間に30万キロ地球7周半できるわけなんですが、1フェムト病というふうな時間では光は300ナノメーターしか進めない、シャボン玉の打つ側すら通過できないと。で、このフェムト秒レーザー技術では時間方向に干渉させるっていうふうな技術を使いまして、その地球7周半回る光をぐーっとそのフェムト秒というふうな時間のところに凝集するというふうなのが、これがフェムト秒レーザー技術というふうなものにまあなります。で、私の研究の一番オリジナルなところになるわけなんですが、約20年前、出力の高い光できるようなフェムト秒レーザーがまだ珍しかった時代に、そのフェムト秒レーザーを顕微鏡に導入しようと、顕微鏡に導入して顕微鏡の下で生体材料を加工しようというふうなことが最初のオリジナリティの高いところだというふうにまあ思ってます。で、当時ガラスとか半導体とか物理の方の世界でそういうふうなレーザーを使うというふうな応用例が出だしたところだったんですけれど、その時にいきなり細胞にレーザーを当てようというふうなことをまあ考えて、おかしなことがいるぞというふうにまあみんなに言われだしたというふうなことなんです。で、まあ、その当時強力なレーザーを顕微鏡に入れたら顕微鏡がおかしくなるんじゃないか、潰れるんじゃないかというふうに思われたところに、私は顕微鏡にレーザー入れたわけなんですけれど、学生の時から在籍しておりました増原先生が退職間際のところで、もう何でもありだと、顕微鏡にフェムト秒レーザー入れますと言った時も、ええよそんなもん、ちょっとぐらい物潰れてもええよぐらいの感じで、潰れたら損害は車1台とかそんな感じになるような話になるかもしれない、なるような話かもしれないのに、そう言ってもらえて研究がスタートできたことにまあなるわけです。はい、で、最初にそういうふうなところでレーザー顕微鏡にフェムト秒レーザーを入れるというふうなことをしたときに、まず最初水にレーザーを入れてみたと、そうすると水がブクブクブクっとアブクが出て、世界一小さな爆発現象を起こすことがそこのところで見えてると僕は思ったんです。で、その起こってる爆発現象の大きさっていうのが、ちょうどその細胞サイズの数十ミクロンオーダーの大きさで、細胞を操作するのにちょうどいいというふうに思いまして、それを何とか応用できないかというふうなことで、バイオの先生、医学部の先生とかとまあ共同しながらやってきたというふうなことにまあなります。はい、なるほど。本当に細胞にちょうどいい、操作できるちょうどいいサイズのこう爆発を起こせると、そうです、はい、ではそれを実際に利用したりとか、それをどういうふうにこう計測したりするんでしょうか？はい、細胞がひっついてるのを引き剥がせないかなと、はい、いうふうなことを取り分けられないかなというふうなことを考えたと。で、それ細胞取り分けられるっていうふうなことをまずやりまして、はい、で、さらには細胞をそれ取り分けたやつを、で、細胞のパターンを作るというふうなこともやったりしました。で、さらにそのもしもそこで出てる爆発の力っていうふうなものを定量的に評価することができたら、はい、その細胞がどれくらいの力でひっついてるか、どれくらいの力で動かせられるかっていうふうなことを見ることができるんじゃないかなというふうにまあ考えたわけなんです。はい、で、まあ、世界一ちっちゃな爆発現象って言いましたけれど、この世の中にその爆発現象を見る方法っていうふうなものも存在してなかったわけなんです。はい、で、それでなんとかならないかなっていうふうなことで考えたのが原子間力顕微鏡 AFM って呼ばれている装置なんですが、はい、AFM を利用したらフェムト秒レーザーの爆発現象の力を定量化することができるんじゃないかなというふうなことをまあひらめいた
わけなんです。はい、はい、で AFM っていう風な装置がどういう風なものかって言いますと、はい、ナノメーターオーダーのレベルの凸凹を計測する装置でして、はい、幅が10ミクロン、はい、長さが100ミクロンぐらいの感知レバーという風なものを押し当てて、それでそこでそろそろそろっとこう動かして、はい、でナノメーターオーダーの揺れっていう風なものを高感度に検出するという風な装置なんです。でそこの先端のところにフェムト秒レーザーを就航して、うん、AFM の針で、まあ、検出しようかなというふうなことを思って、はい、AFM の会社の人に相談しましたら、はい、最初に言われたのが、先生 AFM ってどういう装置か知ってはりますかとなるほど何に使う装置か知っておられますかとちっちゃなナノメーターオーダーの歪み測るもんでしょう、レーザーなんて当てて一発で針吹っ飛ぶに決まってるじゃないですかそんなことおかしなこと言わんといてくださいよというふうなこと言われました。まあそう言わんとなんとかデモで貸してもらって、はい、それでレーザーを就航して、うん、AFM をちゃんと取れるかというふうなことをやったら、非常に綺麗に、うん、AFM の針でそのフェムト秒レーザーの衝撃を検出することができたと。空見てみ、できたやないかまさに直感が働いた瞬間で正しかったなっていうふうなことを言って、うん、じゃあもうちょっと実験させてってやったら、はいここまでって言ってくれてここから先やったら先生買わないでしょってここから先お金当てて買ってくださいねというふうなことを言われまして、なんとかやっとこさ原子間力顕微鏡の装置の方を手に入れることができまして、それでそういうの力の計測をするっていうふうなことで、はい、今でしたらその細胞がどれくらいの力でひっついてるか、細胞内物質同士がどれくらいの力でひっついてるかっていうふうな検出感度まで、まあ向上させるというふうなことが、まあできたりしてます。はい、なるほど。うん、細胞ってこうどれくらいの力でくっついてるんですか、それっていうのは。はい、はい、細胞の接着してる力なんですけれど、分子っていうのは全部熱でゆらゆらゆら熱揺らぎを持っていると。でその熱揺らぎの大きさっていうのがピコニュートン、はい、10のマイナス12乗ニュートンの力で、まあ、揺らいでると言われていると。でその細胞同士の接着がどれくらいの力かというふうなものを実際に測ると、フェムトニュートン、はい、ここでもフェムト秒のフェムト出てくるんですけど、はい、10のマイナス15乗分の1乗熱揺らぎよりも100分の1から1000分の1弱い力で接着してますよというふうな力のオーダーが出てきたと。熱揺らぎよりも弱い力で接着してるってなんか一見おかしなことを、まあこれもおかしなこと言うてるんちゃうかなって言われてるんですけれど、でもまあ考えてみれば当たり前の話で、熱揺らぎよりも大きい力でないと引き剥がせないっていうふうなことになると、うん、その強度っていうふうなものは全ての分子の結合を引き剥がす強度になりますから、物がもう消滅する強度になるわけなんですね。で引き剥がすっていうのはもうここだけのところを引き剥がすわけですから、力っていうふうなものはかかったところではなくていろんなところにこう集中すると、ニュートンのゆりかごって言ってこう玉が並んでてこうポンポンポンっていう風なのがありますけれど、力っていう風なものは伝播していくわけで、まさにそういう風なこの接着したところにかかった力が集中するっていう風なことが起こって、物が引き剥がれるっていう風なことができると考えると、熱揺らぎよりも小さな力でここで接着してるっていう風なものが、まあ妥当ではないかなという風なことをまあ考えておるわけなんです。うん、弱い力だともう簡単に取れてしまうような感じがしますもんね。はいはい、生物っていう風なものがどういうふうなものかっていうのを考えてもらったら分かるわけなんですけど、はい、その工業製品とかもとにかく固くひっつければいいっていう発想になりますけれど、生物は再生するとか作り変えていくわけでありまして、その時に単純にひっついてるだけじゃなくって、いらなくなったら勝手に引き剥がれるっていうふうなところを、要するに最低限のエネルギーで全てをしていかないといけないと。そうすると熱揺らぎよりもちょっと強い力でひっついてますよ、ちょっと弱い力でこれ剥がれますよというふうなところが出てきて、初めて非常に少ないエネルギーで自分自身を作り変えられてるっていうふうなことを考えると、非常にその熱揺らぎを利用するっていうふうなところで、まあ妥当な大きさかなというふうにまあ思うわけです。はい、
まあ、SDGs とか、まあ、そういうのサステイナブルなことが今言われてますけれど、生態材料っていうふうなものはまさにそういうふうな省エネルギーで物を動かすっていうふうな究極的なところにあると思ってまして、そんな工業製品っていうふうなものもこれからもただ単にも硬いものを作る、強いものを作るというふうな発想ではなくって、本当に柔らかい緩いっていうふうなものを省エネルギーとしてできていくっていうふうなことがこの将来像じゃないかなというふうなことをまあ思っておりますね。なるほど、うん、そういうところにもつながっているんですね、はい、うん、では先ほどなんかあのミドリムシの動画をこう皆さんにも見ていただいたんですけど、あれはどういうふうにこうミドリムシにものを入れたんでしょうか。はい、バイオとか、まあ、生物医学の先生から、うん、まあ、いろんな形で細胞をレーザーで何とかしてくれと、はい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 、いうふうな依頼が私のところいろんな形で来るわけなんですけれど、大雑把に分けるとあの潰せ、はい、動かせ、はい、入れろというふうなまあ依頼がいろいろ来るわけなんです、はい、松茸梅コースと言ってるんですけれ どその潰すっていうふうなものはまあ松コース、まあ、潰れるレーザーで潰れるのはまあそれは一番簡単な話です、ね、でフェムト秒レーザー使えばまあ動かすっていうふうなものもまあある程度その原子間力顕微鏡の技術を使ってまあ竹コースでまあできるようになって、で一番まあ難しいのは細胞の中にレーザーで穴を開けて物を入れるというのがまあ結構難しくって、まあこれを梅コースというふうなことを言ってまして、その梅コースをまあ極めたのが最初に見せましたあのピカチュウの絵を描いたというふうなものにこれなるわけなんです。なるほど、はい、だからレーザーを使ってもう細胞に穴を開けて入れたというところです、ね、そうなんです、はい、いろんな細胞に入れろというふうなまあ依頼が来まして、はいはい、その動物細胞に入れろと、はいはい、これは一番まあその世界的にも結構やられてる話、入れられると、で植物細胞にまあ物を入れるっていうような話もやられてるんですけれど、動物細胞の方は遺伝子の発現まで持っていけるんですけれど、植物細胞の方はまあその物は入れれるけど遺伝子の発現にまで持っていけないというふうなまあ現状があるわけなんです、はいはい、植物細胞ってでもなんでこう入れにくいんですか、はい、細胞に入れにくいのちょっとイメージがつかないんですけど、はいはい、うん、あの植物細胞と動物細胞っていうふうなものは登場人物としては細胞膜があって、はい、細胞の中に細胞質があってっていうのは一緒なんですけど、はい、植物細胞はそもそも細胞壁で守られてて、はい、中に大きな液胞とかが持ってて、その内圧を持つことによってパンパンに張ることによって構造を維持してると、はいはいはい、で動物細胞は穴を開けたらそこから物入っていくんですけれど、植物細胞を外パンパンに張ってるんで、レーザーで単純に穴開けただけだとそこから物が漏れ出すというようなことが起こるわけです。それでも負けないぞと思いまして、うん、あの高濃度の糖を周りから添加することによって浸透圧調整を加えまして、中に物が入るような条件を作って物を入れるというふうなことにまあ成功して物を入れられるようになったわけなんです、はいはい、で植物細胞の中に物を入れられることは確認したんですけど、これ今まだ現在頑張ってる途中なんですけど、どうしても遺伝子を入れた時に遺伝子を発現させることができないと、うんうん、でこれの理由がなぜかっていうふうなこともまあ考えてるんですけれど、動物細胞は細胞壁を持ってないんで、外からの力に対して自分自身を身に守るというふうな進化の中である程度プロテクションの機構を持ってる感じがするんですね、はいはいはい、で植物細胞は細胞壁で全てが守られてるというふうな構造が持ってるがゆえに、細胞の中は極めて脆弱で何か外から力が加わっても簡単に壊れてしまうというような構造になってると。ですからレーザーを打って中に物が入れられたとしても、そのレーザーによって中のところの細胞の特に液胞ですね、液胞にちょっとでも傷が入ったらそれによっても細胞が潰れてちゃんと機能しないというふうなことが起こっているようで、これ非常に難しいというふうなことをまあ感じているという感じです、はい、で先ほど見せたそのピカチュウの絵になるんですけど、あれはその中でも極みの話でして、ミドリムシユーグレナに外から蛍光の分子を導入したっていうのがピカチュウの絵というふうなことにこれなるわけなんです、はい、なるほど、はい、
ミドリムシって結構動くんじゃないですか、うん、どうやってそれに入れたんですか、あれ。あ、そうなんです、はいはい、最初にミドリムシっていう話を聞いた時に、はい、一体どうするんだと顔が歪んでしまったとあれが動物か、うん、植物かと言われると、まあ、動くっていう意味で言ったら動物ですし、うん、葉緑体持ってるっていう意味で言ったら植物っていうふうなことに、はい、まあ、なるわけなんですけれど、レーザーを当てて入れろと言われた時に、まあ、難しいのはところは2つあって、植物細胞と同じでやっぱり内圧持ってるだろうと、内圧も持ってるから単純に穴開けただけであれば物入らないであろうというようなところと、まあ、おっしゃられたように泳ぎ回ってると、泳ぎ回ってるものにどうやってレーザー当てるんだというふうなところがあって、それをどうしようかと、まあ、けどそんなん考えてても仕方ないなと思って、まあ、とりあえずその内圧の方を何とかしようと思って、はい、その高濃度の糖マンニトールを添加するっていうふうなことをしますと、面白いことが起こりまして、ミドリムシが全部そこにふーんとこう沈んで、うん、行ってしまったと。はい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 、殺してもうたかな、死んでしまったかなだから全部沈んでいっちゃったんですねこれは死んでしまったかなと最初思ったわけなんですけれど、はいはい、うん、それをもう一度高濃度の糖を抜いて水に戻しますと、またミドリムシが泳ぎ出したと。いや殺してないと、気絶したみたいになってると。それが何でかは分かってないんですけれど、はいはい、どうも気絶させることだけ、うん、マンニトールには2つのご利益があると思うんです、はい、もうこんなもう誰もが予想しなかった話確かにまさかっていう感じですよね。まさかっていうような話で、はい、そこいっぱいのところにミドリムシが敷き詰められると、レーザーの当てやすい、しかも中に浸透しやすいような状況が作れたというふうなこと でそこのところにフェムト病レーザーを就航してスキャンしていくと、絵を描けるぐらい効率よく蛍光分子を導入することができましたよというのがあの絵になるわけです、はい、なるほど。本日は細川先生にフェムト病レーザーについてお伺いしていきました。本日はありがとうございます。ありがとうございました。これからもクムエムラボでは研究者の方々に研究への愛を伺っていきますので、どうぞ皆様チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。